揺れが1分ほどで収まったと思われたその時、映像から地震の大きな揺れは2回あったと見られますが、揺れてから8秒後、揺れは岩手県盛岡市にも伝わりました。その2秒後には福島県郡山市、
面が割れてます。そう、ここまでの揺れの回数は大崎市と変わらない。しかしさらに時間を進めると長い長い、すごい地震です。仙台空港では大崎市にはない3度目の揺れが加わっていた。一体なぜなのか。うわー、俺の車ダメだってのも。車アウトだもん。あー、そっちの。まだローンが残ってるのに。あー、あの車。あー、流される。これ写真撮っといてね。あ、あれあれあれ。うわ。うわ、なんだこれ。ダメなの？あ、ちょっとあれあれ、あっちに行けダメだって。いやー、すげえなこれ、やべえぞこれ。人乗ってねえべな。あー、乗ってんじゃね。あー、もうあっちも全部ダメだ。あー、ダメだ。発電所の方もダメだ。乗ってるよ、これ。ものすごいパワーだ。
みながら津波が押し寄せています。ダメだ、なんで続くことにしてるんだろう。もう張ってこいだ、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 俺の車終わった。おお、すげえ、すげえ、どうせーずみんな行っちゃおう。よし、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 終わった。すべてが終わった。すべてが終わった。何これ。何これ。何これ。さっきの人は？あれ人？さっきの人は？何これ。何これ、何これ、え、何これ、あれ、何これ、何なんだよ。終わった。画面左から津波に流される数台の車が。被害の情報などわかりませんけれども、今気象庁から最新の地震の規模について発表。今度は後ろからも津波が押し寄せる。車に津波が到達したわずか10秒後、室賀さんの車が徐々に前に押され始める。そして25秒後には車は完全に浮き上がり、制御を失い漂い始める。Gosh, that is big. That is absolutely massive. Just lost my shoes. This is coming straight over the wall onto the main road. That is absolutely unbelievable. Here it comes again. Pouring over the wall. You can see a car making a run for it out there. I'm completely stranded now between the wall and the road.I'm just standing, you might be able to see, on this tiny bit of dry land by this tree now. You can just see it just going right down the road there. See a couple of guys in the corner there as well. This shop's completely smashed up. It's a surf shop. Completely smashed up. Oh.
Yes, dude. It's crazy. Let's get some dinner.